指揮者の大友直人です。今日は群馬交響楽団の3月の演奏会についてご案内いたします。3月のまず定期演奏会ですけれども、群教の3月の定期演奏会は3月16日の土曜日、いつものように午後6時45分から群馬音楽センターで開かれます。この日の演目は、シンプルに2曲です。休憩前がベートーベンのバイオリン協奏曲、この名作をフランスの名バイオリニストレジス・パスキエさんの独奏でお聴きいただきます。そして後半がベルリオーズの代表作幻想交響曲です。いずれの曲も1時間弱かかる大作ですから、聴き応えは十分にあると思います。まず前半のベートーベンのバイオリン協奏曲、この協奏曲はバイオリン協奏曲の中でも名作として知られていますけれども、特に日本では例えばチャイコフスキー、メンデルスゾーン、ブルフ、そしてブラームスも含めて、おそらくベートーベンの演奏頻度というのはそれほど高くないのが現実だと思います。理由はいくつかあると思うのですけれども、一つはその曲の長さということもありますし、それからバイオリニストの方々にとっては、非常に難曲といいますか、聴かせるのがある意味難しい。なぜ難しいかというと、バイオリンのパートの音型が非常にシンプルで素朴なところに加えて、いわゆるそのビルティオーゾティといいますか、名人芸を披露するような超絶技巧といった箇所はほとんどない。ですからある意味地味なバイオリン協奏曲と言ってもいいかもしれません。しかし同時にこれはオーケストラも含めて、管弦楽曲としては本当に充実した素晴らしい内容の音楽だと思います。ですから、バイオリニストにとっては、大きな試金石というか、そう、軽々といつも演奏できるという曲ではないと思います。実はパスキエさんはもちろんフランスの出身のバイオリニストでいらっしゃるんですけれども、私はこのベートーベンのコンチェルト、パスキエさんとすでに何度かご一緒しています。大変なベテランですから、どんな曲をお弾きになっても大変魅力的な演奏をしてくださるんですが、このベートーベンが、パスキエさんはやはり非常に素晴らしいベートーベンです。私の何回かの演奏経験からも、パスキエさんのベートーベンっていうのは本当に、味わい深い素晴らしいベートーベンだと、感服しておりまして、ぜひ群馬交響楽団の定期でベートーベンを弾いていただきたいとリクエストしまして、心よくお引き受けいただきました。パスキエさんも、若々しい方ですけれども、年齢を考えますともう70をおそらく超えられて、バイオリニストとしてはかなり高齢のバイオリニストの域に入られたと思います。一回一回の演奏会が非常に貴重なコンサートになっていくと思いますので、ぜひパスキエさんのベートーベンのコンチェルト、じっくりお聴きいただきたいと思います。そして後半はベルリオーズの大作幻想交響曲です。この作品はベルリオーズ、天才ベルリオーズが27歳の頃に作曲した作品ですけれども、時代としてはまだベートーベンの第9交響曲が初演されてから数年後という時代ですから、そのことを考えますと、ベルリオーズがいかに斬新な、ものすごいインスピレーションと、それから実験的なオーケストレーション、その発想で交響曲を書いたかということにいつも驚かされます。その曲自体のアイディアといいますか、楽奏もそうですが、あとそのオーケストラの楽器を縦横無尽に使って、ベルリオーズならではの今まで そのハイドン、モーツァルト、ベートーベンが作ってきた、オーケストラの響きといったものと全く違う世界の
オーケストラの音を作り出したということは驚異的なやはり才能だと思います。まあ、ベルリオーズのシンフォニーといいますと、他にイタリアのハロルドというビオラの独奏が入った作品もありますし、その他オペラも含めて、壮大なオーケストラの作品はいくつかあるんですけれども、ただこの若い頃に書いた幻想交響曲ほどいろいろな意味でバランスがよく、またインパクトの強い作品は他にないのではないかなと思います。オーケストラのある意味ではその力量が試される難曲でもありますけれども、この非常にバラエティに富んだ、そして表現力を要する、要求される幻想交響曲を現在の群馬交響楽団のクオリティでぜひ皆さんに味わっていただきたいと思っています。ちなみにこの演奏会が私の音楽監督としての任期の最後の演奏会になりますので、私自身も思い入れの強い、深い演奏会になると思います。ぜひ一人でも多くの皆さんにお聴きいただければと思っております。そしてさらにこの演奏会は翌日3月17日に、恒例になりました東京公演がございます。いつものように春の東京公演は墨田区の錦糸町にございますトリフォニーホールで開催されます。この演奏会は翌日3時開演でございます。群馬音楽センターでの定期演奏会というのももうカウントダウンに入ってまいりまして、来年の9月には新しいコンサートホールがオープンいたしますから、その私どもにとっては、思い出深い群馬音楽センターでの幻想を聴いていただいて、もしご興味とお時間がおありになる方は翌日の、トリフォに合わせてお聴きいただければと思います。両方の演奏会にプレトークがございます。いつものように6時20分から渡辺和彦さんのプレートークがございますので、そちらの方も合わせてお聞きいただきたいと思います。トリフォニーホールのプレートークは2時半から、渡辺和彦さんによるプレートークがやはりございます。そしてさらに実はこのプログラムの演奏会がもう1回ございます。これは3月、ちょっと日にちが空くんですが21日、もう群馬交響楽団にもおなじみになりました、上田市のサントミューゼコンサートホールで、やはり午後3時開演のコンサートがございます。同じプログラムで違うホールで演奏できるというのはオーケストラにとっても大変興味深いし、またやりがいのあるコンサートになります。群馬音楽センター、そしてトリフォニーホール、そして最後にサントミューゼと、もし皆さんこの演奏会も、これは比較的どうでしょう、トリフォニーホールと上田、距離的には上田の方が近いかもしれませんね。上田のホールも素晴らしいホールですから、ぜひ上田の方にも足を伸ばしていただければと思います。ベートーベンのバイオリン協奏曲と幻想交響曲、2つの大曲をぜひお聴きいただきたいと思います。会場でお待ちしております。